よし、一丁やってみっか。ここは武道会場。バッカッカッカッ。ベジータ。ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくし、あんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことでたったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。いや望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ。殺してやる、カカロット。こっちだ。ふっふっ、こっちだ。ふっふっ、見えな。気に変化したぞ。やっぱただもんじゃなかった。マジブーチョ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。俺はサイヤ人の王子、ベジータ様だ。勝負はお預けだ。
どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、マジンブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ、こんなに強いのにバービディの言いなりか。 うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。許さねえぞ。耐えきれない。ありゃ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。いや、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。どっちだ。ヘイヘイヤッフ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 ッ。どうなっても死ねぞ。さっさとやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。やらなきゃ誰がやる。トランクスの毛が早く動き出した。地の都を離れ始めたな。
悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん、わかった。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。見つけたぞ。ベジータ。よこせ、早く。ああ、ベジータ、やろうぜ。よこせ、早く。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに見せてやるよ、こいつがスーパーベジット。ほらよっと、諦めろ。死んだ。無駄だ。ほらほらほら、俺の方だったな。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうならばらば。いけ、ゴーストども。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするわ。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそー、バカな。ぶー、邪魔だな。さて、果たしてうまくいくか。
カカロット、すごいやつだよお前は。なんとなく分かったんです。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思って。守りたいという強い心は得体の知らない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれない。それも今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦う。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために限界を極め続けて戦うんだ。だから相手の命を助けるにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたから。あれは来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人だけど、頑張りかかった。お前がナンバーワンだ。ゲオ、やらなきゃ誰がやる？やべ！カカロット、すごいやつだよお前は。なんとなく分かったんです。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思う。守りたいという強い心は得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするため、楽しむため、敵を殺すため、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために限界を極め続け戦う。だから相手の命を助けることにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたかのよ。頭に来るぜ。戦いが大好きだ。優しいサイヤ人なんてよ。頑張りかかれと。お前がナンバーワンだ。
俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺が何とかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ブーが相手じゃ。いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。聞こえるか、世界の人間ども。なんだベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。来たー、行け。ぐあ、あげー、いいおめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。オズ山に帰って、父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父、どうしたんだ。
勝負だ、ビルス様。オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そう来なくちゃ、オラの本気はまだまだこんなもんじゃねえぞ。めんどくさ。お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。いくぞ。いいか。らしくなってきたじゃないか。
ここからが本当の神と神の戦いだ。怖くなくちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。ビル様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビル様くれえ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それって、おしゃべりはそこまでだ。君には分からんさ。ベジータ、悪いがオーラが生かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか。くっちゃべってねえで早く。背景孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もうこの手はなしにしよう。次はおめえの番だ。もっとつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直にあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう。私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、わかりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ、孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから、
先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしれない。おやおや、つまらないですね。そら、まだまだ負けるか。さあ、選手交代だ。すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。敵はどんな奴なんだ？奴は、孫悟空と名乗りました。何？ほら！黒い服をまとったそいつを、俺たちは、悟空ブラックと呼んでいました。奴は地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも、俺がこの時代に来る直前に。そう、未来の私からのノートにこう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ、オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかな。わかりました。スーパーサイヤ人2か。じゃあ俺も。うわー、スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。ああ、めいっぺの力で来い。ブラック、トランクス、こんなところに。孫悟空か。不可思議デルスまで。おめえ、本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになった。ヤッ
もっと楽しみましょう。終わりにしましょうか。もっと楽しみましょう。終わりにしましょうか。おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけるとは。なんだと？おめえの戦い方、勉強になったぞ。待たせたな。終わりにしましょうか。諦めろ。まさかかな。ありゃあ、ここから。ほら、素晴らしい。この痛みは私を強くする。なんか気持ち悪いぞ、おめえ。終わりにしましょうか。もっと楽しみましょう。終わりにしましょうか。おめえ、本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになった。もっと楽しみましょう。まだまだ。もっと楽しみましょう。まだまだ。終わりにしましょうか。いや、入れ直さねと。おめえの戦い方、勉強になったぞ。おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけると。待たせたな。お見舞いしてやる。もっと楽しみましょう。
フィナーレで終わりにしましょうか。しましょうか。もっと楽しみましょう。孫悟空か。面白いことになったね。おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですよね。君に私を評価していただけると。うわまだまだ待たせたわ。素晴らしい。この痛みの音、私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。もっと楽しみましょう。元に戻ろうとしているのか。